皆さんは、歯医者に行く機会はありますか？今回は歯科助手として働いていたイッチが、当時出会ったちょっと変な患者たちのエピソードをご紹介します。想像以上に変わった行動をとる患者が多いことに、びっくりしてしまうスレとなっています。最後までお楽しみください。歯科助手やってた時の変な患者の話する。変なってか笑える奴が結構いたから書いてくわ。歯石取りの時上に頭をずらそうとする。歯石取るのは歯科衛生士さん。Y は歯科助手。でも実際上に来てくれないと見えん。何する人？歯科医が吸引お願いしますって言ったら、パイプ突っ込んでくる人？そうそう。でも場所によっては歯科助手でもやること、やらないこと結構違うと思う。ちなみにだけど院長もぶっ飛んでた。まあどこもそうなのかもしれんが、最初に一番衝撃だったのは目の見えないふりする患者。50? くらいの娘と、80くらいの母の親子でいつも来るんだけど、娘の方が盲目のふりしてたんだわ。娘は多分結婚してない感じで、母と一緒に住んでるらしかった。なんでふりかってわかったかというと、カルテを登録するときに保険証とか住所とか、登録するときに障害者だったら手帳あるし、登録の内容とか変わってくるから、障害者かどうかバレるわけで、そこまで頭回らなかったんだろうな、多分。何が面白いって盲目のふりするときは、院長が見えるところにいるときだけ、中に案内するときに〇〇さん、どうぞって呼ぶと必ず壁に向かって歩き、壁にぶつかってもなお歩き続けるというコントをかます。Y が働くだいぶ前からいる患者だから、みんな、はいはい、まただよ、みたいな感じで適当に対応するんだが、何度見ても面白かった。壁にぶち当たっても歩き続けるのは、院長に手を引いて案内してほしいから、という理由だと判明。昔一度手を引いてあげたら味を占めたらしくで、院長がいる前だとやるんだよ。院長が暇ならいいが、忙しい時にやられると他の患者の治療が押すから、かなりイライラした。ある日受付に行って待合室を見たら、盲目のはずが雑誌読んでた。それを見ながら Y がどうぞって呼ぶと、壁に向かって歩き出すという。あと片腕を支えるやつ？骨折した時にやつかな？いつもつけてるんだけど、片腕も動かないふりをしてた。それもふりだってわかったのは、病院の近くを自転車で爆走してたの見たからだ。病院に来るときはもちろん歩きで来るんだが、片腕が動かないプラス盲目のふりだから、口に小さいトートバッグを加えて入ってくる。こっちが挨拶する。まっすぐこちらの目を見て挨拶してくる。診察カード預かって待合室の椅子に座る。雑誌か携帯見る。っていう流れ。しかも謎にウェッジソール。厚底サンダルみたいなやつ。設定がブレブレでよくわからんかった。まあ院長の気が引ければ何でもよかったんだろうが、受付の人が口に加えた状態でん。って診察カード渡されたこともあるらしい。帰りに自分と母の二人分の予約取って帰るんだが、機嫌がいいと、ママと呼び、イライラしてると、おい、ババア、と呼ぶ。次の患者は、歯科が入ってるマンションに住んでた人の話。45くらいの独身男性で自称遊び人。いつも忘れてて電話入れると来る迷惑な患者。歯が溶けててボロボロで見た目ひどくて、差し歯が取れるとつけてもらうためだけに来る。いつも通り取れたからつけてほしいとラインして、なんで取れたか聞くと、女の子とデートしに行ってそば食ってて、顔上げたら歯が浮いてたからデート切り上げてきたって、受付の人に取れた差し歯を手渡そうとしてきたらしい。顔がいっちゃ悪いがボコボコで歯がないし、なぜいろいろな女と遊べるのか理解できなかった。レントゲンを気にしすぎな奴の話。再ラインでも、ある程度日が空くとレントゲンを取るんだが、その度に毎回放射線が大丈夫かと聞いてくる。院長が毎回レントゲンの放射線について説明しても、何度も言ってくる。他のレントゲンは知らんが、歯科で取るレントゲンより、外を歩く方がよっぽど放射線浴びるらしい。そのうち電話予約の時点で、レントゲンは取りたくないと言ってくるようになったけど、そこの過程は結構複雑っぽくて、父親が秘書と二人で来るんだが愛人っぽいんだよね。待合室でイチャイチャしてて、二人で見つめ合って、父親が秘書に可愛いねーとか言ってる。秘書もすっけすけのワイシャツに、ボタン開けて谷間全開って感じ。ちなみに年は父、90近い感じ。秘書、50くらいのどう見てもおばはん。被爆を気にしてたのはその父の娘。多分それも50近い感じ。おばあちゃん系なんかも結構やばかったりする。もちろん普通の人もたくさんいるけど、肝炎患者の話、病気だからしょうがないし。こっちも言ってくれればちゃんと対応するのに、治ったと言い張るおばあちゃん。病院からの手紙を持ってきてくれと言っても、治ったの一点張り。前歯が痛いで毎回来るんだけど電話出た瞬間わかる。電話だと声が男。三河健一みたいな声で、見た目も三河健一だった。おばあちゃんね、入ってくると病院全体、個人のとこだからそんなに大きくない、に聞こえるレベルで、三河健一の声で、
こんにちはって挨拶する。待合室にいる人は大抵よ。ってしてる。肝炎患者を治療した後は、感染防ぐためにいろいろ準備があるし治療を。その椅子はしばらく使えない。だからそのおばあちゃんは、昼休憩前の一番最後って決まってる。病院からの手紙を持ってこないからこっちもできないし、でも肝炎は治ったと言い張るし、院長は諦めてる感じで。でも治療したくないから、前歯を割り箸でちょんって触って、終わりみたいなことがよくあった。肝炎患者の場合、消毒の仕方とか実際面倒で、片付けるもの増やしたくないから、割り箸で触ればそのまま捨てれると、院長が考案したみたい。不思議なもんでただ割り箸で触って薬塗ったから、本当は何も塗ってないって言うと、しばらく来なくなる。これは、おばあちゃんだけではなくて、予約しないで飛び込みできた患者を、無理やり見てあげるとき、ただの消毒液を塗って院長が様子見てみて、というと気持ち的な面もあるのか、一時収まることがたまにある。暗示的な感じなのかな。先生に大丈夫と言われたから大丈夫だ、と思うのか。やってることやばいけどすげえなと思った。詐欺じゃん。うん、同じく詐欺だなーって思ってた。詐欺じゃん。ぼったくりまがいのことしてる歯医者は多いって聞いた。ちゃんとした患者さんには、いい人なのにかわいそうだな。できれば他行ってほしいなとかよく思ってたよ。ファイヤーおばあちゃんの話。電話出たら、ファイヤーなの、ファイヤー。って言われた。やばいなこいつと思って歴長い他のスタッフに言ったら、電話代わってくれて淡々と予約取ってた。聞いてみたら、痛いことをそのおばあちゃんはファイヤーと言うらしい。LINE した時も院長が、ファイヤーなの？どこがファイヤー？と聞いてて吹きそうになった。かわいい。ファイヤーおばあちゃんも、少し迷惑な部分があったようです。それだけなら面白いなーで終わるんだが、一回ファイヤーになると文字通り、火がついたように毎日来るの。あれ？最近来てないな。って思うと1、2ヶ月来ない。で、またファイヤーになって、2週間くらいに毎日来るの繰り返し、割と忙しい歯医者だったから、電話来て今から見て、ってのが一番迷惑だった。ファイヤーおばあちゃんはそういればで、入れ歯が当たってファイヤーだった。年齢とともに歯茎も痩せてくるから、院長も作り直しを進めてたんだが、お金がかかるのが嫌って言うんで、調整してなんとかやり過ごしてた感じ。当たる部分を削るんだけど、毎日来るから削るとこなくて、削りすぎると穴開くから削れなくて、院長は撫でるくらいで終わりにしてた。販売もしてる、口内洗浄液を、毎回入れ歯に塗ってあげてたら気に入ったらしく、いつの間にか、いつもの塗ってと要求してくるように、しまいには洗浄液を塗るだけでもいいということもあった。販売してるわけだから、気に入ったなら塗ってもらうためだけに来るのも大変だろうから、売ってますけど買いますか？と勧めてもファイヤーおばあちゃんは絶対に買わない。高いって言われた。毎日来る方がお金かかってるよって思ったわ。続きを。笑えるっていうか引いた感じ。40代くらいの夫婦で LINE して、治療するのは旦那だけなんだけど、終わると、院長に、奥さん呼んできてって言われた。普通ならって、か大人なら治療した本人に説明して終わりなのに、奥さんにも説明してた。経験ある人がほとんどだろうけど、子供の時って一人で治療受けて、待合室に親がいて、終わったら呼ばれて口の中一緒に見ながら説明される。っていう流れだと思うんだが、その夫婦は旦那と妻でそれをやってた。いい大人が、親子みたいな感じ。旦那はほとんど話さなくて全部妻が対応してくる。旦那が口開けてて、院長と妻が旦那の口の中一緒に見ながら話してるの。旦那に質問してるのに、旦那がちらっと妻の方見て妻が言ってくる。後々なんでか聞いたら、旦那の歯磨きを妻がやってるらしかった。これは引いたね。糸用事とかもやってあげてたらしい。だから旦那よりも詳しく旦那の歯を分かってたから、母親のように旦那の歯について院長に質問したりしてた。一応、帰りに予約取るのと、会計は旦那が自分でやってたけど、丸日の丸時からはどうですか？って聞くと、どう？いいんじゃない。ってやりとりを毎回する。自分で決めろよって感じだった。そういうプレイだぞ。あ、そうだったんか。気がつかなったわ。迷惑患者も結構多い。予約制なわけだから、一人の患者が押すとどんどんずれてくわけで。5分から10分ならまだわかるが、平気で20分とか遅刻してきても、見てもらおうする人が多い。院長も断らないで無理やり見るからバタバタする。大抵そういう人は、いらしてないので電話しました。って電話すると、すいません、もうすぐ着くんで、って言っとけばいいと思ってる人がほとんど。いわゆる遅刻魔。基本的に予約時間から10分過ぎていたら電話かけるんだが、結局 LINE したのは電話してから10分後、予約時間から20分遅刻って監視、
しかも毎回、予約の曜日とか時間って、ある程度人によって決まってくるもので、遅刻するのこっちもわかってるから、ずらした時間進めてもいつもの時間を予約してく。で、やっぱり遅刻。これは本当に迷惑。毎回遅刻されてるとさすがにこっちも予約制だし、他の患者にも迷惑かかることを伝え注意する。こっちがめげずに毎回行ってたら、毎回1時間前にすごい時は2時間前に LINE して、携帯見ながら聞こえるように、ため息ついてくるようになった患者もいる。なぜ嫌がらせされなきゃいかんのか。可愛いお姉さんに歯石取りしてもらうのが好きで、歯医者行くやついるよな。それは歯にとってもいいことだから一石二鳥だね。虫歯治療中に聞く専門用語教えてくれ。治療中に説明されるのも申し訳ないけど、今から何するのか理解してから望みたい。例えばなんだ？具体的に何が知りたいか考えたら、器具の名称と塗る麻酔名かな。今やってるのは、左下第二小臼歯の芯まで虫歯でやられてて、上から削って今白い詰め物入れてもらってる。上から削ってるのは終わってから判明したんで、できたら治療中に女子との会話から、やってること予想したい。もちろん今からやること説明してくれてるけど、ちょっとイメージできないこともある。あ、注射の麻酔を芯麻。注射の麻酔の前に表面をしびれさせる、歯茎に塗る薬を表麻って言ってた。治療の流れはパターン化してくるから、例えば、〇〇取ってとかって例外でもない限り、治療中に院長と会話しない気がする。自分は、かもしれんけど、歯の根っこの治療をしてる？なんか歯に針っぽい形状のもの、出したり刺したりしてるか？麻酔は、働いてたとこでは、芯麻って言ってた。流れパターン化はなんか納得した。今まで通り後から理解でいいかな。表麻か言ってたような言ってないような。歯削って神経到達したら、細い棒でガリガリはしてたと思う。関係ないけど、歯医者変えたらやっぱ違いを感じたわ。前のとこは、麻酔ちゃんと聞いてないのに治療始めてたけど、今んとこは痛み出たら追加麻酔してくれる。軽く感動したわ。使うものも決まってるから、言われなくても用意してるから基本無言だった気がする。他の歯医者はわからん。でも何かあれば中断してもらえばいいし。何回か歯医者行ってれば、自分でもなんとなくわかってくるじゃないか？なんかあんまり力になれなくてすまん。場所によって結構変わるよね。Y も自分のとこで治療受けたくなくて、他の歯医者通ってたからわかる。治療箇所によって分けてるかもしれないけど、前は針麻酔で今は塗り麻酔。今のとこは最新設備はないけど乗り換えてよかった。デスくれてありがとね。てか失礼だなと思いつつ、うがい中断の時前鏡持って行って、ちょっと見てみたくなる。やっぱうざいかな？歯の状態で、神経が生きていて痛むから麻酔をする。神経が死んでる。もしくはすでに治療で神経がないから麻酔なし、神経まで届いてない。小さい虫歯だから、表面麻酔でやってみて痛みある場合麻酔、とかで使い分けてるんだと思う。たまにそういう人いる。治療途中の状態見たいとかだよね。じーっと長々と見てるとびっくりするが、事前に伝えて、ちらっと見るならいいんじゃないか。Y が働いてたところは、院長から聞いてみたいと言った人には、治療途中を見せて説明してたよ。ありがとう、様子伺って聞いてみるわ。早く治療完了するといいね。さっき書いた肝炎患者のとこに戻るけど、類は友を呼ぶってか、変わった人は変わった人を呼ぶのかと思ったのが、三河県一二の肝炎患者の紹介できた人。受け答えは普通にできるんだけど、ボケてるのかそういうタイプの人間なのか、微妙な LINE の人で予約確認の電話を毎日してくる。こちらから当日に連絡するから大丈夫ですよ。って言っても毎日電話してくるし、本人も、丸日でしたよねー？って日にちをわかっているのにかけてくる。転んだと言って電話かけてきて、ここは歯医者ですよ。って言っても状況を話し続ける。なんていうか電話だとものすごく話が噛み合わない。で、後日歯医者まで、整形外科行った後傷の報告？だけにわざわざ来る。こないだ転んでねー病院行ったのよ。って言ってたから、歯科だと分かってて来てるってこちらも分かった。多分話したいだけなんだなって感じだった。全部読んだ。大変だな。仕事中はイライラするけど、大抵昼休みのネタになる。遅刻魔被害妄想患者の話。22から23くらいの女で、遅刻癖がひどくて電話すると毎回忘れてる。はぁはぁ言いながら勢いよく入ってきて、全力で走ってきましたアピールしてくる。なんというか演技臭さがいつも出てた。めんどくさい患者で。入ってきて受付の人に今日何するのかとか、ここが痛いだとか質問攻め。中で先生から話しますね、というと納得いかない顔して座る。毎回治療後に次はどうするかとか、今後の流れとか話してるから、単に聞いてないか忘れてるだけ。続き。その女は中に案内されると、すぐ質問攻めしてくるから治療が全然進まない。
治療時間に30分取ってたとしたら20分間質問してくる。毎回聞いてくることは、言葉変えてるけど同じようなこと。しかも毎回痛い歯が違う。院長が何もないようだけど、というと、じゃあ、ここ、ここ、って違う歯を言ってくる。次の時に、この間、痛いと言っていた歯はどうですか？って聞くと、最初何のこと？って顔して、思い出したかのように全然良くならない。って言ってくる。一度もわかりました、そうですか。とスムーズに治療が進んだことなくて、いつも納得いかない顔する。ひどい時はいつものように遅刻していて、電話したら、すいませんすぐ行きます。その時結構混んでいたかなんで、院長に予約取り直しでって言われたから、その旨伝えたらあからさまに声のトーン下がって。いや、痛いんですよ。ちなみにどこの歯ですか？カルテを見ながら。〇〇のとこの歯。そこは前回お話しした通り、反対側を治療中なので触れないし、虫歯も小さいです。え？あ、あと〇〇。そこは最近治療したばかりの歯ですねー。ってなんとか見てもらおうとしてる感。院長に伝えたら来てもらって。ってのことで女に、そのまま向かってください。不機嫌丸出しでほっぺをわざとらしくさすりながらライン。いつから痛いですか？え？電話してる時に痛くなりました。もうそれ気持ちの問題だろって思った。いざ治療すると、水揚げした魚みたいに跳ねるもんだから。こっちもビク、ってなる。麻酔打ってるのに、跳ねる。痛くされたみたいな言い方してきて、そのせいで隣の歯まで痛くなったとか言い出す始末。もう途中からワイもマスクの中でニヤニヤしてたわ。とにかくうるさいし、基本的に大きい虫歯がそんなにない人だったから、また言ってるはいはいって感じの対応になる。ひどい虫歯の人とか来たらネタにされるの？態度がでかくてイライラするタイプで、虫歯だらけだったり、知識あります風で虫歯だらけだったりすると、ネタになる。毎日違う人の話がお昼休みに上がるくらい、もっといたんだけど、数年前の話だから忘れてる。思い出してる間になんか質問ある？強心法って言われてんだけど、炎症起こしてるから処置後ねって言われたんだけど、鎮痛剤飲んで冷やしとけばいい？冷やすのは逆にダメだった気がする。Y も資格あるわけじゃないから、そんなに詳しくないんだが、何かの注意事項で冷やさないで、ってあった気がするんだけどなんでだったか覚えてない。その歯医者に聞いた方が間違いない。でもめっちゃ冷たいものとか、めっちゃ熱いものは食べたり飲んだりすると神経死ぬ。し、さらに刺激する。から治療中は常温のものを売って、よく説明してたのは覚えてる。あいよ、気持ち程度しか楽にならんから冷やすのはやめとくわ。物食えないのが一番辛いがな。麺類を冷まして食うとか、よく勧めてた。前歯で切れるし、すって食べれるからと。痛みには薬が一番早いし、楽になれるのは間違いないよね。これは衛生士さんから聞いた話なんだが。重度の歯周病になってて口臭もひどく、歯医者に来たのも初めてか。人生で2、3回目くらいの患者。確か中年おじさん、歯石がべったりくっついてて、歯石を取った後、歯茎が目視わかるくらいカパカパするレベル。普段そんなにつかないような場所も歯石で埋まってた。歯周病が進行してるのは歯石のせいだと、口の中を見せながら説明したら、歯石除去を断ったという。僕の大切に大切に育ててきた、歯石ちゃんを取らないで、と言われたらしい。患者の話は思い出せんからぶっ飛んでる院長の話。Y が働く前の話だが、非常識も非常識な、病院に犬連れて入ってきた奴がいたらしい。受付の人が足元になんか当たるなと思ってみたら犬、パグで足に飛びついてきたらしい。予想外すぎて悲鳴あげたら、院長が、ダメ、ダメダメダメー、犬はあって飛んできて外に追い出した。入り口のドアがすりガラスと普通のガラスが、ボーダーみたいになってる？ガラスドアで、普通のガラス越しに院長と患者が見えたらしいんだが、院長が相手の肩に両手、今にもキスしそうなくらい近距離で話してたらしい。相手50くらいのおじさんね。追い払った後院長が戻ってきたから、顔近すぎじゃなかったですか。キスしてるかと思いました。って言ったら院長の作戦らしく、やばいやつにはやばいやつで対応するとのこと、人間は他人はここまで、っていうテリトリーがあるからそれ以上迫られた場合、引き下がるとか、負けを認めるだとか、興奮を抑え込むとか、何でもそんな心理を活用したのだとか。これも聞いた話。病院から患者以外のところに電話するときは、お金がかからないからという理由で、院長の携帯からかける決まりだったんだが、ようあるときは院長の荷物から携帯取ってきて、治療中でも携帯かざせば、パス入力してくれるから受付に持ってって電話かける。で、受付の人が何度か電話かける必要があったから、受付に携帯置いといたら、待ち受けの状態で LINE の通知が、バーッと表示されたんだって。院長は設定してなくて、
表示されたのを読めてしまい、司会のグループラインだった。内容は、昨日顔面機上位されてアゴロックされて、専門用語でわからなかったが、多分そんなようなこと。口が開きません。って書いてあったらしい。その後院長に携帯返しに行ったら、澄ました顔でライン読んでてキモかった。って言ってた。スタッフが使うの分かってんだから、表示設定変更しろよって話だし、他の司会はどんだけ暇なんだ。って思ったと引いていた。もっとダラダラ書いちゃうだろうから、この辺で終わりにしとく。うまく書けなくて、すまん読んでくれてありがとう。院長賢いな。デコ当たるような距離でガン飛ばし合うようなもんか。そう。まさに。院長って普通の人より、顔がでかいから迫力もプラスされる。あ、ちなみに色々あって院長と揉めて、退職して今ニート。ありがとうございました。いかがでしたか？病院には老若男女様々な人が来る分、変な患者も多そうですよね。中でも周りの人にも迷惑になってしまうような患者は、困ってしまいますね。院長が変な人に独特な対応をする気持ちも、少しわかる気がします。続いてはこちらのスレを紹介します。今回は、歯科助手の一致が、いい歯医者の見分け方を教えてくれるスレをご紹介します。かなりためになる内容となっています。歯に不安があったり、最近歯医者に行けていないなぁという人は、ぜひ最後までご覧くださいね。歯科助手だけどいい歯医者の見分け方教える。需要あるかな？ほう。地な歯槽膿漏を治す方法希望ぬ。人来たよかった。歯槽膿漏は今はもう歯周炎って名前になってる。歯槽膿漏は一回なったら治らない。それ以上悪くならないようにすることならできる。完全に治すには外科的手術が必要だけど、自費なんじゃないかなぁ。ぎえー、やっぱ治らないんか。治せる方法もあることにはあるけど、進行の程度にもよるし見ないことには何とも言えない。よほどひどいともうどうしようもできない。まあ、勝手に語っていく。コンビニより多いって言われてる歯医者だけど、もちろんいろんな先生がいる。私は自分の家も歯医者で、アルバイト先の一つがこじんまりした歯医者、もう一つが大きい歯医者だけど、それを踏まえた上で、あくまで指標として語っていく。もちろん例外もある。外観だけでもわかる？正直外見だけじゃわからない。まず、言いたいことは、歯医者になる人たちの現状として、器用な人がなっているのか？ということ。もちろんそれは違う。一応実技試験もあるけれど、勉強ができていれば実技で禁忌を犯さない限り、どんなに不器用な人でも学年を上がっていくことができる。それを踏まえた上で、考えていくと、もちろん元から手先が器用で、うまく歯を削ったりできる人もいるが、安全圏で考えたら30代くらいで、歯を削り慣れた人が削った方が圧倒的にうまい。削るの怖い。ある程度は削らないと、虫歯再発するんだ。ごめんね。削りたくないならっちひ。じゃあ次に大手。個人の歯医者どちらがいいかって話になると、私が見ている限り個人経営の歯医者の方がいいと思う。なぜかというと、大手は患者が多い。一人にかける時間が短くなる。雑な治療。見ているとこんな感じのスパイラルが、ほとんどの患者で行われている。もちろん、患者は自分の口の中なんか見えないから気づかない。だけどなぜなのかはわからないが、大手に治療に来る。正直言って広告って怖いなぁ、って思うよ。さらに丁寧な治療っていうのを求めるなら、駅前とか、繁華街とか、患者が多くないところの歯医者に行った方がいい。患者が少ない方が時間が多く余っていて、相談に乗ってもらいたいことでも、ちゃんと丁寧に教えてくれる。次に見てもらいたいのが、消毒室。使い終わった器具を持っていくところ。まあこれは患者さんの席に行くまでとかで、見えればの話だけど、ここがちゃんと片付いてるか片付いてないかは、結構その歯医者がいい歯医者か、そうじゃないかに関わってくると思う。片付いていればいい歯医者の可能性が高いし、片付いてないイコール忙しい。雑って感じで繋がってくる。いつもの担当医が急に休んで若手に見てもらった。前回虫歯と言われなかった銀歯周辺が、虫歯扱いで信じろとか言われて、2箇所あるらしく、1箇所治療後数週間後担当医が戻ってきたら、若手が指摘した箇所は虫歯じゃないし、すでに削られた銀歯交換箇所は虫歯だったのか、聞けば口ごもる。悲惨だったことがある。いい歯医者を求めるなら、若手が改良しているところはおすすめしない。年いってる人に比べて、経験が圧倒的に少ないからね。あんまり関係ないのが歯科医院の中にある機械とか。あれはよほど昔のものじゃない限り、そんなに変わらない。ドリルも昔と比べたら、そりゃ性能は良くなったかもしれないけど。だからといって昔のものが歯が削れないわけじゃないし、保険で直してもらう分には変わり映えしない。駅前の繁華街で、院長一人でやってるところに信頼して行ってたけど、
急病でピンチヒッターが入ってたんや。正直じゃ院長が回復してから来ますって、帰ればよかったと後で思ったよ。そうなんだ。どちらにしても若手に当たったら、ある程度覚悟しておいた方がいい。歯学部にいる人ってほとんど器用な人いないからさ。あと、もう一つ慈悲のことについて言わせてもらうと、歯の色の詰め物とか、ホワイトニングは個人の歯医者でもやっているが、マイナーな慈悲の治療は、大手でしかやってないことが多い。マイナーな慈悲の治療を求めている人は、大手に行った方がいいと思う。まあ慈悲で治療する人には、大手でどんなに忙しくても、懇切丁寧な対応がされると思うよ。保険はどうかは別として。慈悲治療って主にどんなことやるん？どこの病院でもあるような、有名な慈悲治療のいくつか教えて。でもってそれの平均額とか。慈悲の治療で有名なものだと、前歯とか笑った時に見える歯の被せ物を、自費で作るか保険で作るかってことだね。これは材料とそれを被せる歯によって、値段が変わってくるから、なんとも言えないんだ。プラスチックとセラミック半々とか、セラミックだけのとか、ジルコニアで作ったやつとかいろいろ。あとはホワイトニング。これは説明聞かなくてもわかると思うけど、歯を白くするやつ。ちなみにみんなやりたがるけど、個人的にはおすすめしない。いくつか種類があるけど、オフィスホワイトニングで、私が知ってる一番安いところだと、1回1万かな。あとは、入れ歯を保険で作るか自費で作るかってところ。これも残っている歯の本数とかによって値段が変わってくることと、大抵の人は自費の入れ歯入れないから、値段に関しては何とも言えない。ごめんね。とりあえず、自費診療で安く済ませたいなら、歯医者を訪ねて、その歯医者の自費診療の値段を聞けばいいと思う。診察してもらうとお金を取られることが多いけど、受付で聞く分にはタダだからね。へーサンクス。そういえば虫歯治療で実機治療って、詰め物系の中身が変わるのぐらいしかないん。他にもいろいろあると思う。例えば歯周病なんかだったら、歯周ポケットをなくす外科的な治療もある。最近だと虫歯を削らないで治すとかかな？ただ、その自費診療をその歯医者がやってるかは別問題。本当に最先端の治療を自費でも受けたいなら、大学病院へ行こう。ちなみに歯科医院からの紹介状がないと、診療費に5000円になるので、歯科医院で紹介状もらってからの方がいい。歯磨きしても匂うときどうすればいい？それ歯周病じゃね。虫歯直して歯石取りして、それでも何か匂うなら内臓系やろ。歯石取るやつは前やってもらった。歯が抜けたんじゃないかと思うくらい、舌で触れる歯の感触が変わった。多分歯石取りもして、歯のクリーニングもしてもらって、虫歯も直してさらに匂うなら、舌に問題があるか、または内臓系で問題があるか。最近は大学病院に講習科っていうのもできたらしいから、歯科医院で相談してそれでも治らないわ。気になるなら紹介状もらって大学病院へ行こう。あと、意外と多いのが独学で矯正とかやってる歯医者。これは本当注意した方がいい。研修が終わった後、矯正科に残って矯正を学んでないやつが、矯正やってたりする。もちろん、矯正が終わるのにクソ時間がかかる上に、何をしているんだって感じの治療していることが多い。ちゃんと矯正治療してもらう歯医者に、どこの矯正科出たんですか？とか患者は聞いた方がいいと思う。ネットでこういう噂を聞いたんでって言えば、心象も悪くないし、自費の診療だから、慎重になってるんだなって理解してくれる。ちなみに、目安として、矯正の治療に5年もかかっているのか、正直やぶ医者の可能性が高い。まあその人の歯並びの状態にもよるだろうけど、よほどひどくない限り、3年くらいあれば終わる。なんか他に質問あったりする？とりあえずまとめると、患者が多い歯科医院は、一人にかける時間が短くなりやすいこともあり、雑な治療が多い。保険の治療はどこでやっても値段は変わらないので、丁寧に見てもらいたいなら、患者が少ないところで見てもらった方が、ちゃんと治療してもらえるし、個人的にはおすすめ。自費診療は歯科医院によって値段が違うので、安く済ませたいなら受付で値段聞くべき。診療室入ると診療したってことになるので、お金かかることが多い。まあ診察料だけならそんなに高くないと思うけど、独学で矯正とかの専門科目を学んでいるやぶ歯医者には注意。どこの矯正科で学んだかぐらいは聞け。自費で大金がかかる治療だからなおさら、大事なのが抜けてた。患者に見えないところが綺麗な歯医者を選べ。まあもちろん例外は存在するから、あくまで参考程度に聞いてね。小さい子供がやる歯の矯正もその矯正科で習うんか。小さい子供の矯正治療は矯正科。小さい子供の治療は小児歯科って感じなんだ。まあでも小児歯科はどこの科でも共通するものだから、曖昧なんだよね。なるほど。虫歯かな？とたまに歯が痛むけどすぐに治る。なんでだろう。あと企画過敏。治せるの？
それともシュミテクト進めてくるの？それだけじゃ原因が特定できないから、歯科医院で見てもらった方がいい。知覚過敏は人によるけど治せることが多い。ただ、ストレスとかでなる人もいるから、なんとも言えない。最悪すごくひどくて治らないようなら、歯の神経抜くってことになるけど、歯の神経はできれば抜かない方がいいんだよね。シュミテクトは進めてくるかもしれない。シュミテクトの会社、がいろんな歯医者に試供品送ってるからね、笑い。そういえばおすすめの歯ブラシと歯磨き粉教えて。おすすめの歯ブラシか。最近は超音波歯ブラシ使ってるから、なんとも言えないんだよね。本当に悩んでるなら、歯医者で選んでもらった方がいい。ちゃんと教えてくれる。ちなみに超音波歯ブラシは高いけどおすすめ。短時間ですごく綺麗になる。メーカーでおすすめすると、ソニケアとかブラウンかな。おすすめの歯磨き粉書き忘れてた。私が使っているのはブリリアントモアってやつ。ホワイトニングはしたくないけど、歯を白くしたいという願望があるので、それ使ってる。効果は不明だけど、まあ多分白くなっているのかな。ちなみにこれ、味が2つあるんだけど、アプリコットよりミントの方が人気ある。あとは知覚過敏用の歯磨き粉とか、まあいろいろ出てるから、その辺が知りたいなら自分で調べてちょ。ある程度歯科医院の受付に置いてあるのを、参考にしてもいいと思う。なんでホワイトニングがおすすめじゃないのか気になる。ホワイトニングはやってもいいけど、やっぱり歯自体にいいことではないから、その歯の寿命を縮めると考えてやった方がいい。あと、やっても時間経てば色が戻るからね。眼科がレーシックしないのと一緒で、歯医者はホワイトニングしないよ。矯正とホワイトニングでそれぞれ質問。多くてごめん、答えられるのだけでも、答えてもらえるとありがたい。ホワイトニングをおすすめしない理由、オフィスでもホームでもダメ？だとしたらなぜ？歯がかなり黄色いから気になる。矯正について、インビザラインみたいなマウスピース矯正は、綺麗に治らないと聞いたけど本当？あと普通のやつやるとして、ワイヤーは白いやつだと矯正に時間がかかるの？矯正考えてるけど、むちゃくちゃ金かかるからすごく迷う。ホワイトニングについて、オフィスでもホームでも一緒。理由は53に書いた通り、ホワイトニングはやってもいいけど、やっぱり歯自体にいいことではないから、その歯の寿命を縮めると考えてやった方がいい。あと、やっても時間経てば色が戻るからね。眼科がレーシックしないのと一緒で、歯医者はホワイトニングしないよ。矯正。マウスピース治療の治りに関しては、専門家じゃないからよくわからない。ごめんね。ただ、普通のワイヤーのやつでやった方が、効果はあるかなと思うよ。いろいろな治療法が確立されていく中、やっぱりその治療が、ずっと使われてるって理由があると思うんだよね。あと、多分マウスピースの治療の方が、高くつくんじゃないかな。白いって、どんなやつのことを言っているのかわからないけど、ブラケットが完全に透明なやつは、ワイヤーの金属の滑りが悪いらしいから、金属のやつに比べて治りは遅いらしいね。時間かかってもいいなら、透明なやつでもいいんじゃないかな。最近だと、ワイヤーが通っている部分は、金属でできてるやつもあるみたいだけど。ちなみにうちの歯科医院で使っているやつはそれ。ありがとう。白いやつっていうのはワイヤーが白いのがあって、ちょっと値段張るけど、目立たなくていいかなと思ったんだ。でもだんだん塗装が落ちる。滑りの問題とか聞いてどうしようかなと思って、ブラケットは透明なの使おうと思ってたけど、ブラケットでも滑りの問題は起きるんだね。ちょっと考えてみる、ありがとう。一気のところみたいなやつ使ってる、腕のいい印が見つかるといいな。白いワイヤーっていうのが初耳なんだけど、白く塗装がされている感じなのかな？それなら塗装が落ちたりとか色々あるかもね。その度に新しいワイヤーにしていくつもりなら、お値段張りそうだね。矯正の器具でも色々出てるからまあよく考えてくれ。最悪、ネットでブラケットって検索かけたり、矯正用ワイヤーとかで調べてもいいと思う。ちなみにうちの歯医者は、お父さんが仕事嫌いなのと立地が悪いことで、腕はいいのに患者さん少ない。悲しい。まだいる？前歯折ったのでインプラント？入れたい。いるよ。インプラントはそうだね。条件的にオッケーならまあ入れてもいいと思うよ。ただ、私から友人にインプランを勧めることはしないかな。メンテナンスとか、いろいろ障害もあるからね。自分がやりたいなら自己責任で、ちゃんとメンテナンスもするようにして、するならいいと思うよ。ありがとう。前歯を保険で適当に直したら、違和感がひどい、裏が金属、マウスピースしてるみたい。きちんと説明してくれたが、適当に保険が効く安いのでいいですったらこうなった。色も自分の歯とは違う。抜歯したのが1本と、欠けたのを補って計5本に何かしたけど、笑っても、あまり歯が出ない顔つきだが、前歯5本は嫌だ。自分の歯が綺麗な形、色だったから余計残念。社会人になったらインプラント考えてる。
男で喧嘩とか怪我でインプラントする人とかいる？一本銃15万とか聞いたけど、その後も頻繁にメンテするのかな？そうなんだ。それは大変だったね。保険だとどうしても再現できる色が限られちゃうんだ。本当に自分の希望の色にしたいなら、自費をおすすめするよ。喧嘩とか怪我はあまり効かない。むしろ、ちゃんと歯ブラシしなかったり、治せないくらいの虫歯になったりして、歯を抜いた人がインプラント考えることが多いよ。でもそういう人ってインプラントした後に、ちゃんとメンテナンスとかするかって言ったら、もちろんしないから、あまりおすすめできないんだよね。あと、インプラントが 100% 問題ないかって言ったらやっぱりそうでもなくて、アレルギーとか人体への親和性みたいな面で、まだまだ課題があるから、一概にインプラントを勧めることはできないから、よく考えた方がいいよ。あと、どこから聞いたのかわからないけど、インプラント1本10から15万はちょっと安すぎて驚きだし、むしろ怪しいと思う。本当にする気があるなら、最低30万くらいは見積もっておいた方がいいよ。個人的にはホワイトニングはおすすめしないんだけどね。どんな結果になっても、自己責任でやる分にはいいと思うよ。いいホワイトニング剤が見つかってるなら、いいんじゃないかな。ただ、ずっとホームホワイトニングを続けるのは、あまりおすすめできないよ。それはやっぱり知覚過敏になったりするからかな？本来歯にしなくていいことをする薬剤だからね。虫歯を防ぐフッ素とは違うし、人によると思うけど、ホワイトニングして知覚過敏になったって聞くのは、比較的多いよ。なるほどサンクス。面白い。ホワイトニングとか興味あって、ジェルとか色々調べてたけど、レビューで知覚過敏になったと言われてたり、日本人はジェルでホワイトニングしても、茶色とか言われてたりしてうーんという感じ。結局そこのサイトでセールになってたやつ、気に入ってるから使ってるけど、普通のやつ。今虫歯治療してるが治療かかりすぎ。5回くらい行ったのにまだ全部の治療終わらないよ。根っこの治療とかしてるのかな？それだとなかなか治療終わらないかもね。でも雑にやられて、早く終わって再発するよりはいいんじゃない？正直、患者さんの目の前では言えないけど、ちゃんと日頃から歯磨きして定期的に検診に来てれば、そんな治療に長く時間がかかるほど、虫歯にならないんだよ。時々、まだ治療かかるんですか？とか言われるけど、なったのは患者さん自身の責任だし、こっちだって長く治療に時間かけたくないんだよ。自分のせいだって考えて治し終わったら、ちゃんと歯磨きと定期検診来るようにしてください。83で思ったけど、保険使うと一気に治せないと聞くが、あの基準って一般人でも、どこかのホームページか何かで調べられるの？どこの歯医者でもそうだと思うんだけど、あまり一気に治すと政府の調査みたいなのが入るんだ。だから一気に治せない。個人的には、一気に治せるところは治してあげたいんだけど、どうしてもそういった面で無理なんだ。最初の問診とかの時に、なるべく一気に治してって言っておくと、まあその調査が入らない範囲内で、なら一気に治してくれるかも。そんな変わらないと思うけど。運転中はキシリトールが無噛んでます。昔はリカルデンと噛んでたけど、美味しくなくなった。キシリトールはお腹が緩くなるという副作用があるので、噛みすぎ注意な。1回3粒くらいかな。それが1日で2回、運転長引けば3回。ケチる時は2粒。それでお腹が緩くなったりしないなら、いいんじゃないかな？ただ、それを噛むことで、虫歯を予防しているって言うんじゃなくて、普通のガム噛むより虫歯になりにくいってだけだから。注意。フッ素とか配合されてるなら、まあ少しは予防になってるかもしれないけど。やっぱり一番いいのは、歯科医院に定期検診に行くことかな。歯が不定期で針で刺されるような痛みがあるのに、いろんな歯医者に行ってレントゲン撮っても、虫歯はないって言われるんだが。虫歯がないなら、知覚過敏とか？本当に悩んでるなら、歯科医院に大学病院への紹介状書いてもらって、見てもらってもいいと思うよ。それでも治らなかったら歯の神経取ってどうぞ。歯の寿命を一気に縮める行為だから、あまりおすすめできないけど。知覚過敏だとしたら、痛み食事中に温かい冷たい関係なく、痛みが来ない時もある完全ランダムはおかしいし、特に何か食べてるわけじゃないのに、痛みが走るのは変だって言われたわ。虫歯じゃないなら神経取りたくないんだよな。完全ランダムなのか。私も歯周病とかそこら辺の専門家じゃないか、らなんとも言えないけど、意外とストレスとかで知覚過敏になったりする人多いよ。あとは、無意識に歯ぎしりしてるとかね。ストレス？そんなに気にしないんだけど、気づいてないうちに溜め込んでるんだろうか。歯ぎしりも無意識ならわからんしな。セカンドオピニオンとして歯医者回ってみるのも、手だから考えてみてね。その歯医者が全てとは考えないように。ちなみに痛い歯ってどこの歯なんだ？上の左奥が痛む。場所はあまり関係ないと思うけど、本当に奥の方なら親知らずとかも、関係してるかもしれないね。
マジで悩んでるなら歯科医院に相談して、それでもダメなら大学病院に行った方がいい。いきなり大学病院行くと診療費5000円かかる。あと、金積んでもいいって言うなら、大きい歯医者行って相談して自費診療してもらうのもて。治るか治らないかは別として。親知らずか。左奥は生えてないが、他の3本は変なとこから生えてないから、放置でも大丈夫って言われて、1本も抜いてないんだがやっぱり抜くべきだろうか。歯医者は4、5回変えてるし、しばらく余計な金は使えないから、様子見るしかないんだが、たまに涙が出るほどの鋭い痛みが来るから嫌なんだよな。たまに歯の根っこ当たりがムズムズするんだが、虫歯なりかけなのかな。軽い虫歯だと痛くない。神経に届くひどい虫歯だと痛くてたまらない。それは歯肉炎とか歯周病じゃね。そうなのかな。思い出したように歯の付け根あたりが、ムズが良くなるんだよね。大抵寝て起きたら随分良くなって。2日も経てば気にならなくなるから、放っておいてるんだけど、少し気になったんよ。107も言ってるけど、歯周炎とかの可能性が高いかもね。早期発見早期治療が、一番歯医者で安上がりで綺麗にできるから、早めに歯医者行った方がいいよ。歯医者行くやつの大半がひどくなってから、高い金出して長期間通ってバカかよと思うことが多い。昔は俺もそうだったけどさ、虫歯ない状態にして、半年に1回ぐらいのペースで歯石取りして、仮に虫歯になっても痛くない1回で、あっという間に終わる、金のかからない状態維持する方がいい。本当それ。ひどくなってから来るから治療が長引いたり、お金がかかったりする。それなのにそれを理解しないで。治療長いとか高いとかいう人が本当多い。日頃から定期検診にちゃんと来ていれば、そんなにお金もかからないし、治療もすぐ終わる。美容院には2、3ヶ月に1回とか行くくせに、本当に嫌味言う人が多くて、こっちはすごく悲しいのです。ぶっちゃけおばちゃんたちの噂ってバカにならない。やっぱりいいとこだよって言われた医者は満足したし、話が長くてよくわからんって言われる医者は、小難しくてかなり時間かかったし、あそこはやめときなって言われた。事後報告医者は最悪だったわ。歯科助手にあれこれ仕事させる歯医者はクズ。歯科衛生士がすべき仕事を、歯科助手なんつうよくわからんのにやらさるわけだし。そうとも限らない。卒業したばかりの若い歯科衛生士と、ベテランの歯科助手だったら、やっぱりベテランの方がうまいよ。だからなんとも言えない。あと、歯科助手って、歯科大の学生とかやってることもあるからね。ちなみに私は歯科大の学生で、いろいろ学ばさせてもらってます。のイコールぜー。大学の実習よりよほどいろいろ勉強になることが多い。いかがでしたか？とてもためになるスレでしたね。一致が、美容院には行くのに、歯医者には滅多に来ない人が多い話をしていましたが、本当にその通りですね。歯は一生ものなので、面倒でも定期的に検診を受けて、大切にしていきたいですね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。